久保さん。まあ何をもって資産資産ってまあ何をもってですよね。まあ今回はね、木にしましょうか。植物の木ですね。あの鹿児島にはですね、あの樹齢1500年以上の木があるんですよ。すごい木。まあ鹿児島空港にもその写真があって、まあもう結構行ったな、見に行ったな。 多分まあ、10回ぐらいは見に行ったと思うんですけどすごいんですよバカでかいんですよねで根とかもこれはすごいなみたいな、まあ、じあのなんかジブ何すかねもののけ姫の森に出てくるような,なんかすごい木なんですけど僕は木を見るまあ他にもね樹齢何千年の木が他にもあったりとかするんですけどまあそこがまあ なんか長寿の木みたいになってなんか物が売られてるんですよね <laughs> その木があってまあ神社もあるんですけどそこでは長寿のなんちゃらっていういろんなアクセサリーが売ってます <laughs> も木ってあの僕はあの地球の資産だと思うんですよね うんただ木がないとうーんまあね人間以外にも動物って酸素動物にも酸素が必要だと思うんですけど木って多分酸素を出してくれてると思うんですよね酸素って資産ですよね、まあ、資産まあ資産っていうかうんまあ酸素がないと生きられないわけですから動物と人間はね うん、だ木ってすごいですよね。うん、なんか僕はあの木を見ててね木は別に脳み,そもな脳みそもあるわけでもなく喋る喋れるわけでもなくただそこに佇ずんでるだけじゃないですかただそこに立って、まあ、上に伸びてるだけなんですよ。で人間って知恵もあったりとか,なんかいろん木よりいろんなことできるのに 木より長く生きられない。木の方が、なんか立派に生きてるというか。うん。人間ってちっちゃいなっていうか。まあ、特にその樹齢1500年以上の木を見ると、人間ちっちゃいなみたいな。うん、1500年生きるってすごいですよね。 こいつはどういう歴史を見てきたんだろうっていうね <laughs> う、うん、だからまああのー、何をもって資産とするかですね、うん、で人間に例えるならば僕はあのー、気持ちですよね、うん、気持ちってまああの奥満長者合宿でもい、あのー、久保さんからね家から出るものっていうね あのワードがね何,何度もこう飛び交ってますけども内から出るものも資産なんじゃないかなじゃあ内から出るものって何かっていうと気持ちその気っていうねオーラというかオーラというか気というか気持ちというか、まあ、言葉で表すなら気持ちですよねまあ、感情の部分ですよね、うん、その感情が湧き出てくるうん 人間は思考もあれば感情もあって、あの、感情気持ちって大事だと思うんですよ。うん、まあ、僕はまあ松下さんの売り上げを上げるためには思うことが大事だよっていう言葉が好きなんですけど、そう、思わなければ何も始まらないっていう、人間が宇宙に行きたいなって思わなければきっと宇宙には行ってないと思うんですよ。うん 星を眺めてね、綺麗だなと。あそこは一体どういうとこなんだ行ってみたいなと。あそこの月ってどんなとこなんだろうと。あそこに行ってみたいなと思わなければ多分行ってないと思うんですよね。だって思わないから行かないじゃないですか。思わないから、だってめちゃめちゃ大変だったと思うんですよ。ね。NASA ね。昔コンピューターもそんなにね、発達してない時に、 その宇宙開発とか超大変だと思いますよでもそれは人間の思いそこに到達したいという思いがあったからうんどんな状況下でもねどうやったらいけんだっつってあんこだやってたと思うんですよね、うん、だから思うっていうのも思えるっていうのもなんかうちから出るものも資産なんじゃないかなとなぜならば 思いがあれば、どんなところにも到達ができるっていう。だから僕は、人間に不可能はないんじゃないかなと思いますし、人間が不可能だ,だ,だとされていたものを、要は人間が AI を作って、で、人間が考えられないものを AI が叶えてくれると。でもその AI を作ったのは誰やねんってうところで人間なんですよね。だから結局、人間っていうのは、まあ何でも生み出してるっていうね。 人間が生み出せない、考えられないことですら、その AI が生み出してくれる。だからつまり、不可能はもうなくなったってことですよね。だって、まあ本当は、なんか、Google だったかな ?Google のコンピューターで、量子、Google が作った、あの量子コンピューターが、 うーんとね、なんかすごいんですよ。去年だったかな、うん。なんかね、とりあえずね、破壊的にすごいっていうね。うん、なんか、な、なんかね、な、なんかちょっとニュースがあったんですけどね。うん、そう。 とりあえずすごいですよ。すごい。なんか <laughs>、もう鬼、鬼のようなその計算力というか、もう異常なまで、そのグーグルが、まあ今、グーグル以外にも、そのいろんなところが開発してるんですけど、そのグーグルが作ったやつがね、すごいんですよ。前ちょっとニュース見たんですけど。うん。だからもう、なですかね、うん もうすごいですよ。まあこれ、まあグーグルスペース量子コンピューターとかで検索すると、その量子コンピグーグルが今開発しているその量子コンピューターのその機械があるんですけど、すごいですよ。うん、そうあ、これですね。あのグ、えーグルのね、えー、開発した量子コンピューターの計算速度ですね。うん えーえー、同社が独自開発した量子,量子プロセッサーは世界最速のスーパーコンピューターでも1万年かかるとされる処理を Google の測定結果によると200秒で実行したとだから今までのスーパーコンピューターみたいなのがあるわけですよねでそのスーパーコンピューターがスーパーついてるのにスーパーコンピューターって言われてるものですら1万年かかるもの かかるものを200秒っていうね、どんだけだよみたいなねうんこうすごくないですかうんそうだからこれを作れるんですよだからその1万まあまあ1万年の短縮200秒ですよねだこの短縮を日本人間は作れるわけですよねすげえなっていう うん、これはねすごいことですよ、うん、だからまあほんね、うん、不可能はないんじゃないかなっていうそう1万年を短縮ってすごくないですか <laughs> 200秒で <laughs> そううんすごいですよ 本当、まあ、あの、ちょっと調べていただくといいと思います。すごいですよ、機械が。なんか、生き物みたいですね、これね。そう。すごいです、これは。なんかタイムマシンみたいな感じですね。なんか <laughs>。Google スペース量子コンピューターですね。いや、だからね、今ね、めぐ、要は昔は、その、なんですかね、あの、に、あのな、何かを作るっていうのも、 あの人が考えて人が作るっていうところだったんですけどこれからの時代っていうのはその人間じゃ絶対不可能な領域の計算速度計算の量と幅と速度で計算できるコンピューター AI その量子コンピューターとかそういうのが出てくるのでだから今後作られるものっていうのはそ,そ,そ,のそのコンピューターたちが考えるもの のの速度でで作られるるようになるのでだから多分本当にねこの30年スパンで見た場合マジで本当にすごい目が目だから昔の時代の速度に比べて圧倒的にさまざまな不可能とされていたものが世にいっぱい出てくると思いますよなぜならば時代速度が圧倒的に変わるとその何かを作り出すその速度がね要は人間が今まで考えてたけども そのコンピューターに計算してもらって作ってもらったりとか。だからその、まあ、もので言うならば、わかりやすいもので言うならば、例えば 3D プリンターとかも出てきて、家が、家が1日で経つとかね。家が1日で経つとかね。よくわかんないですよね。大工さんどうすんねんみたいな。そう、3D プリンターウィーンウィーンウィンみたいな、ビーってもできるみたいな。この30年でもうすごい、 僕はなんかすごいいい時代に生まれたなっていうその時代のこの変わり目をねだから僕はそのポケベルも見てこれたしスマホも見れたしなんかこの時代に生まれて本当に良かったなと思いますねうんなんかしかもその時代背景も見れてその時代にある程度久保さんもまあ乗れたと思うんですけど久保さんも時代に乗ってなかったらね マージャン店でまだ皮膚言ってたと思いますしね。うん、はいということで木ですね。いってらっしゃい。